質問がある際は記者会見中にご質問いただきますようお願いしますオンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたします一夜明けてまだまだ実感は湧いていないところではありますがまあ、いろんな方々からのメッセージとかメールをいただいて、まあ、少しずつ実感が湧き始めているところです はい、あの素直に嬉しいですしあのたくさんの方々からの連絡だったりメッセージっていうのがあの徐々に実感を湧いてます。まあそういうものを僕らもすごくひしひしと感じていたし難しいゲームが続いて、まあ、2人で楽しもうという話はしてたんですけどなかなかそういった楽しむゲームっていうのは、まあ、実際あまりできなくて、まあ、ただ まあやるからには覚悟を持ってコートに立てていたし、えー、責任感とか、まあ、重圧というものを感じながらも覚悟を決めてコートの上に立って2人で、まあ、話し合いながらあまあ試合をできたのが良かったと思いますし、えー、僕自身、何度も心が折れそうになって、まあ、もう本当それこそ試合から逃げ,出したい逃げ出したくなるような時もたくさんありましたけど、まあ、そんな時コートの中で 先輩がしっかりと声をかけてくれて大丈夫だよとかどんまいっていう声をかけてくれてそこに僕がかなり救われてもう1回立ち直るきっかけになったし、まあ、3位決定戦でも本当に諦めそうになったところで先輩が声をかけてくれて、まあそこが、まあ、あの試合に関して言えばすごく分岐点だったし僕にとってもすごくあそこで踏ん張れてよかったなとうう思っています。 裕太君も言ってくれたように自分たち以上に先輩方は多分プレッシャーだったり重圧っていうのが本当にすごかったと思いますしあの先輩方の分まで自分たちもあの頑張ろうっていう気持ちで臨めましたしあの前日の,あの中国戦の時も負けてしまった時に先輩方が声をかけてくれて明日は思い切ってやるだけだよとか。 本当に心が救われたので、あの先輩たちの分も勝ててよかったです。本当にあの三位決定戦で決まった時は。あの最高の誕生日になるなというふうに思いました。あのまた二十五歳も。頑張頑張っていきたいと思います。まあ遠い目標で言えば、パリオリンピックで金メダルっていうのはもちろん、えー。まあ頭の片隅にはありますけれども、やはり目の前の。 1>, 1秒1秒はすごく大切になってくると思っているのでまあ長くない競技人生ですし悔いのない時間を過ごすために目の前の1試合1試合だったり1つの練習っていうのをまずは正確にこなしていきたいと思っていますけどちょっとゆっくりしたいなと今は今回、銅メダルですごく悔しい思いをしたのでパリオリンピックでは金メダルを取りたいです。そしてあの ユくんも言ってくれたように一つ一つの大会一つ一つの試合を大事にこれからも戦っていきたいです後ろの右カメラお願いします、はい、しこのまま左、一番左のカメラを見ていただいてそのままゆっくり右へ目線をお願いします